元ローズの映画館、ローズシネプレックスエンターテインメントは、1904年に、マーカスローにより、ローズシアターとして設立され、2006年1月26日に、AMC シアターズと合併するまでは、北米で最古の映画館チェーンだった。合併後もいくつかの市場では、ローズの名前が使われ続けている。1924年から1959年までは、 メトロゴールドウィン・メイヤースタジオの親会社でもあった。1963年にティッシュ兄弟が買収するまでは創業者マーカスローにちなみに単にローズと呼ばれていた。1998年にシネプレックスオデオンに吸収合併されローズシネプレックスエンターテインメントコーポレーションとなった。ローズシアター・インコーポレーテッドは1904年に オハイオ州シンシナティで起業家、マーカス・ローにより設立された。ローは、店頭で短い無声映画を上映する五線と劇場のチェーンを設立した。まもなくローは、豪華なボードビル劇場を持つようになり、最終的にはいくつもの豪勢なムービーパレスを持つまでになった。ローの劇場は、全米各都市に設置されたが、主な地域は、東海外と中西部だった。 良質の映画を彼の映画館に供給するため、ローは1919 19年にメトロピクチャーズとなる。ローズインコーポレーテッドは配給網とハリウッドスタジオの親会社を所有していたが、1948年のハリウッド反トラスト事件での米最高裁判所の裁定により分割を求められ、1959年に分割された。1985年、 連邦政府による規制緩和が行われた際、トライスター・ピクチャーズが、マーカスローが設立した会社の後継会社である、ローズ・コーポレーションから、ローズ・シアター・チェーンを買収した。ローズ・コーポレーションはこの時までに、ティッシュ兄弟の所有するホテルから保険まで、非エンターテインメントビジネスへと多角化した、持ち株会社となっていた。コロンビア・ピクチャーズによる、トライスターの買収。 そして1989年のソニーによるコロンビアの買収により、ソニーはそれら映画館も継承した。しばらくの間、ローズはソニーシアターの下で運営された。皮肉にもソニー主導の提携で2005年には MGM を買収した。1994年、ソニーはマジック・ジョンソンと提携し、都市部での映画館のミニチェーンである。 マジック・ジョンソン・シアターズが生まれた。1998年、シネプレックス・オデオンは、ローズ・シアターズを、九州合併し、ローズ・シネプレックス・エンターテインメントが誕生した。その合併会社は、アメリカ、カナダ、メキシコ、韓国、そして、スペインに、映画館を持つ、世界最大の映画館運営会社の一つだった。 しかし、シネプレックス社の不健全な金融資産を吸収した結果、2001年には、連邦倒産法第11章適用を申請することとなった。2002年に、ローズ・シネプレックスは、オネックス・コーポレーションとオークトリー・キャピタル・マネジメントにより買収された。2004年には、カナダの資産を除き、カーライルグループを含む、投資家グループに売却された。 2005年、AMC シアターズは、ローズシネコンプレックスエンターテインメントを、九州合併することをアナウンスした。合併後の会社は、AMC の名前を冠するが、ローズの名前は、その新会社の下で一ブランドとして生き残ることとなった。合併の際、ローズは198の映画館を運営し、2235のスクリーンを持っていた。 以前の親会社である、ローズコーポレーションとは関係がない。カランリスナー、アポストロフィキャタストロフィーザハドソンリポーター、ノーベンバー5、2005、AMC クローゼズアクイジションオブローズ、シネプレックス USA Today、ジャニュアリー26、2006。ありがとうございます。